今日はレゴ互換品は未式抽選者チヌを作ります。今度は試作者じゃない日本車だな。うん、でも一時しのぎようだったみたいで、地破神砲等で叶わないから、四式抽選者チと、一式抽選者チリで対抗をと思ったけど、開発中だったので、一式抽選者に未式式戦地反戦車砲に型を搭載した戦車を、急遽作ったのがチヌ。短い戦争の間でも開発合戦だったんだな。戦車アニメガルパンでは主人公の学校のアリクイさんチームの戦車として登場してます。ほうほう。そして今回のキット欠品最低4個不良品なし説明書なし。やばいキット来たな。理体は回りません。散々じゃないか。おっさんもさすがに組み立て説明書がないのが3回目だから、しっかりメーカーに問い合わせしたわ。え、それでどうだったんだ。メールを受け付けましたって自動返信メールだけで、それ以降はなしのつぶて。それ本当にメーカーなのか。いやいや、これこそ中国の会社が自動化、AI 化、無人化の真骨頂を体験させてくれてるのよ。体験というか被害では、きっとお客様からのクレームも自動識別の結果、問題なしとして会社運営も自動化されてるんだと思う。よく会社としてやっていけるな。もう儲からないて熱いカスタマーサポートの時代は終わったってことよ。まあ別の意味で終わってる気はするがな。ひょっとしたら中国だから人口が14億人と言いながら10億人ぐらいしかいないみたいに、会社としてお客様対応に人員を配置してるつもりでも、実際は人員が存在してないとか、そういったことなのかも。そんなずさんなことがあり得るのか。幼稚園の大掃除でももう少しマシな人員配置ができてるぞ。まあ説明書はない現実は変わらないから嘆いても仕方がない。さすがに抽選者は説明書なしでは無理ではないかという、ハードラックとダンスっちまいながら戦々恐々と組み立てているおっさんを見ていきましょう。できるのか。ここまで来たらできそうなところだけ作っていって帳尻を合わせる、そんなやり方で作っていってます。むう、今までのような装甲車や軽戦車じゃないからな。ある程度割り切らないといけないのかもしれないな。まあでも悪くはないように見えるぜ。正直に言うと砲塔後方が少し細くなっていくライン、砲塔上部のハッチなどは再現できませんでした。微妙なカーブはやはり本当の組み立て方がわからないとダメか。あまりパーツもふんだんに活用したけど、やっぱりパーツが足りませんでした。ということで完成。え、これできてるんじゃないか。外観を無理やり見せたのでかなり脆い作りになってます。本物と比べるとこんな感じ。確かに砲塔部分は違う箇所があるな。そして組み立てて疲れてしまったおっさんからプレゼントセット贈呈。完全に八つ当たりじゃないか。三式抽選者チヌ完成です。組み立て時間は5時間。運よくパーツが揃ったり説明書が揃いそうだと思う方は、購入を思いつく人もいるかもしれせん。そんな運の良い方は小学校低学年で大人のフォローがあれば、作れなくもないでしょう。運悪く揃わなかった人は知恵と勇気で頑張ってください。以上、三式抽選者チヌでした。ご視聴ありがとうございました。